チーム名のご紹介をお願いしましょう。はい、チーム名はヤチニアンと仲間たちの皆さんです。どうぞ。さあ入場してまいりましたよ。はい、まあ、いっぱいいるよ。いっぱいいますね。いろんなキャラさんがいるよ。はい、誰がダメなら勉強がないね。でもないですかね。知ってるのもいるなら知らない人もいるよね。そうですね、滋賀県民ですらそんな感じ。私でもね、全部わかりますよ。さすがです。じゃあちょっと PR でご紹介いただきましょうか。はい、よすこいソーラー日本が彦根35万個大会のためだけに結成した彦根で頑張るご当地キャラのチーム、改めましてヤチニャンと仲間たちの皆さんです。イエス。よっよっ。さあでは一人ずつご紹介しましょうかね。はい、そうですね、はい、ではメンバーを紹介したいと思います。4番町スクエアから彦根のお姫様、もちろんセンターキープのアイドル志賀、口癖は私姫やし、当チームのリーダーヤチニャン。ヤチニャン、やばいね。ヤチニャンです。ではでは続いて、はい、花勝負通り商店街町の駅戦国丸所属、戦国丸所属のサンニャン、沢山城主石田三成の魂を引き継ぐ人一倍熱い気の心を持ったミツニャン。ミツニャン、あー、あの隣さんはそうやんですね。ミツニャンだって。ミツニャン、おー、はい、すごいですね。恐ろしいな。ではでは続いて、はい、武将島左近の魂を引き継ぐ弱気を助け強気をくじくお酒大好き左近ニャン。左近ニャン、耳からの愛の子ですね。ですね。はい、左近ニャン。はい、ではでは続いて、武将大谷義嗣の魂を受け継ぐクールで塩深く仲間から信頼される大谷ニャンブ殿。大谷ニャンブ殿どこ？あの子だ、あの子だ、なんか白く飛ばしてる子だ。トニーの右の子やね。そうですね。はい、かわいいですね。はい、では続きましてね、はい、次は朝日新聞彦根店所属、トッキーは新聞配達、食べることと踊ること、踊ることが大好きな朝日香くんです。朝日香くん、なんか、あ、いたいた、ライオンさんね。あ、ちなみに一応ライオンさんですって書いてありますね。ライオンさんね、はい、朝日香くんでございます。はい、続きまして、 JR 南彦根駅前にありますショッピングセンタービダシティ彦根からビダッチェくん。ビダッチェくん、あの子は知ってるな。ビダッチェくんね。そうですね、リーダーだよね。かわいいですね。以上のメンバーでお送りするかと思いきや、もう一人実は駆けつけてくれました。はい、頑張る仲間を応援に駆けつけてくれました我らが殿、ひこにゃんです。ひこにゃん、ひこにゃん、ひこにゃん、かわいい、かわいい。いや、後々ご当地キャラ、スケチューンと仲間たち、どっこいしょ、甘えて、
そして朝日湖、それからですね、いわき郡と、そしてひこちゃん、どうもありがとうございました。ねえ、ひこちゃんがこうハト振ってるだけやけど、だけやけど可愛かったですね。忙しい中ありがとうございました。この後も審査の発表の時もひこちゃん言ってくれるのかな、ご来賓の方のご挨拶の時とかって言ってくれたりとかするの約束だろう。